埼玉赤新会病院管理栄養士の岡です。グリーンハウス調理師の川内です。今回は大豆ミートともち麦を使ったレシピをご紹介します。川内さん、何を作っていただけますか？はい、大豆ミートソースのパスタです。もち麦の食感も楽しめます。ヘルシーキッチン90回目は大豆ミートソースパスタをご紹介します。材料はご覧の通りです。最初にゆでもち麦についてご説明をお願いします。はい、もち麦をたっぷりのお湯で15分ほど茹で、水でぬめりを取り、よく水切りしてこのように置いておきます。はい、まあ、こちらをラップに包んでおくといつでも使えますよね。はい、では続けてミートソースから作っていただきましょうかね。はい、フライパンにオリーブオイル大さじ1入ります。みじん切りにしたニンニクを入れます。こちらがニンニクが一かけらですね。そして弱火で炒めます。香りが出てきたらみじん切りにした玉ねぎを入れて炒めます。はい、玉ねぎが2分の1個入りました。さらに小麦粉を加えて炒めます。小麦粉が大さじ1入ります。玉ねぎが透き通ってきたら大豆ミートを加えて炒めます。はい、今回の大豆ミートは 200g でフレーク状のものですよね。最近はいろんな形状のものが出てますからね。料理に合わせてお使いください。そこへトマト缶、トマト缶1缶 400g ですね。水、水が 300cc 入ります。コンソメ、コンソメが小さじ2ですね。ローリエを入れて弱火で10分ほど煮ていきます。はい、こちらが基本のミートソースになるわけですよね。全体が馴染んできたらケチャップ大さじ2です。ウスターソース、こちらも大さじ2入ります。砂糖を加えて5分ほどさらに煮込みます。はい、砂糖が大さじ1入りました。ここにゆでもち麦を加えます。ゆでもち麦が 200g 入ります。これはもち麦を 80g をゆでたものですよね。今回はひき肉にもち麦が入ったことによってすごくこう具沢山のソースになっています。最後に塩で味を整えます。はい、塩が小さじ3分の1、約 2g ですね。茹でておいたスパゲッティを器に盛り、ミートソースをかけます。そこに粉チーズ、はい、1人前が小さじ1杯になります。クレソンを飾ります。はい、クレソンが少量ということですね。こちらがもち麦入り大豆ミートソースパスタの完成です。大豆ミートソースパスタ、1人前のカロリーは330キロカロリー、塩分 2.6g、そして食物繊維は 8.5g です。代替肉である大豆ミート、通常のひき肉との大きな違いは含まれている脂質量です。また原材料が大豆なので食物繊維も取れます。今回もち麦をソースに入れてますので、1人前の麺の量を 25% 減らしています。今回は大豆ミートを使ったレシピをご紹介しました。ぜひご家庭でお試しください。今回のおさらいです。フライパンにオリーブ油とみじん切りにしたニンニクを入れて弱火で炒め、香りが出てきたらみじん切りにした玉ねぎ、さらに小麦粉を加えて炒めます。続いて大豆ミートを加えて炒め、トマト缶、水、コンソメ、ローリエを入れて弱火で10分ほど煮込みます。さらにケチャップ、ウスターソース、砂糖を加えて5分ほど煮込んだら、茹でておいたもち麦を加え、最後に塩を振って味を整えたら完成です。ぜひお試しください。